ざす。YouTube を撮っていきたいと思います。撮ろう。今日なんですけど、昨日あの言うよりも昨日食べたピザがあの残ってます。丸々冷蔵庫に入れておいたやつが、これあのチンしたらね、怖いな、落ちてきそうで怖いめっちゃ。もっともっといいですか、すいません。チンしたら食べられますのでね。うん、やっぱ2日目のピザが一番美味しいとされております。カレーみたいに言ってるやん。なんでちゃんとはっきり強く言った方のものとなりますね。そんな欲しいもんでもないよ。これをまあまあ食べようということで、で、まあ、ただ食べるんだとね、芸がないので、それも YouTube じゃないんで、そんなもんは。これを、あ、いや、ビールをね、飲む。で、それ、ビール何ですか、ちなみに。プレミアムモルツ。あ、やっと大切な僕選手から、プレミアムモルツですね。高いやん。マイナスなんて。ビールを飲みながら、2日目のピザを食べる。ええやん、まあ、すごい。これでもだいぶ重なってきましたけど、うわきつそう。これだけだとね、やっぱ芸がないんで。まだやんの。2日目のピザを食べながら、ビールを飲んで、お酒を全員たしなみながら、なんか板橋アースの YouTube の企画を考えてみようですね。企画会議でございます。はい。うわ大変や。あの大変そうじゃなさそう。マジ座ってピザとビール持って大変アメリカの引きこもり企画をあとは考えるっていうことさえ兵があれば、もうあとはもうこれピザ食べてビールを飲めばいけるってことですので、住岡君、じゃあ適度に嫌がってもらっていいですか。あ、お湯を言って実験適当に。じゃあビール飲んで、2日目のピザ食べて、で、ちょ企画考えていこうと思います。勘弁せえ。角の嫌がり、勘弁せえ。適度じゃない。角。角の嫌がりで。じゃあ起き上がらせるか。嫌がってる。おいお前めっちゃ立つやん。全然協力的。あ、こっから重い。途中から重い人だ。じゃあ、すみません。なんでかぶされたいの。かぶされたいの、どういう意味。企画お願いします。2日目のピザ食べながらビール飲みながら企画を考えよう。きちい。今首にいっぱい息吐かれてる。あ、そういうことか。何の音かと思って。チンしてきます、私。ありがとうございます。チン担当。これ、このまま入るかな。入らないのじゃあ。どれどれ入った入る、いけるじゃん。いけるいけずに、いけねえだろ。おい、おい。いけねえだろ。燃えるやろ。藤子 F 藤代みたい。これで。無理。チュンって入るんだ。出た。あ、キンキンに冷えてやがる。あら、ちゃんとやった怪人。あんまり寄せずにちゃんとやった。自分のものにしたいんかも。キンキンに冷えてやがる。無理やで、今から。今から撮るの無理や。あ、うん、言い方ちょっと違うな。キンキンに冷えてやがる。自分のにしようとして。無理やで、もう。キンキンに冷えてる。絶対無理や。キンキンに冷えてやがる。こいつは狙いに行ってんだよな。ちゃんと2本しかないです、あと。ああ、でもいいです、僕はちょっと、え、ちょびっと飲んでいるので。え、でも俺もいいです、これ。あれ、僕もちょびっと飲んできてる。え、悲しいチンだ。わけわけしたいな。確かにわけわけしよう。じゃあ、うん、3人で2本飲めばいいじゃん。ああ、そうしよう。じゃあ、ブーライコップ、えらい、ブーライコップ、ブラックコップミュージカル。僕はブーライ、あ、僕はクマ、ブーライ、ブーライ、ブーライ、あいつ絡みやすいよな。絡みやすいやった。でも、あ、
バン、イテベシハウス。急に、おお、誰がやねんこれ。誰がやねん。盛り上がりすぎやろ。ああ確かに、これで盛り上がりすぎやった。これで吉野で竹内君。盛り上がりすぎやったお前これ。いつからやねん。鬼しゃくれてるやんけお前。クッキングパパのしゃくれ方したでしょお前。そっくりやん。持ってく。うん。あ、行ってきなさい。あと任せてこっちで。おい、あ、そうだ。どんな顔してんやろな。悲しい顔してた。悲しい顔してた。はいじゃーん。うえーうまそう。ランダムに置かせてもらってます。うまそう、マジで。2デイピザ。2デイズ。このままこばってやったらバーンって打つしてくださいね。ドン、はい、はい、こっちに映ってきましたね、これで。ギュンギュンで。あんなピザ映らん。嘘だと思われるピザ食べてんのが。映らんな。ドアが開いても。まあまあ、まあ、映らんでも別にな。うん、ああかばーい。たどり着いてる、たどり着いてる。すごい、たどり着けた。うわ。いただいちゃいます。いただきます。ます。ま、うんうん。おいしい。うまい。こんなうまいよ、2日目でも。企画会議。ん？企画会議。まあ一応、うん。あればね。しなさそう。でも企画会議ってさ、むっちゃいろいろ企画考えてさ、うん、その出ない可能性とかもあるやん。うん。そのしたことないからわかんない、うん、企画会議を。これどうだろうみたいな思っても、結局出ないことも全然あるから。うん。今日もその、もしかしたらね、その可能性的には、うん。確かにな。それか。それの先取りをすればいいんか。なんか、ん、目に来るかもな。ん、2日目のピザ。ん、うん、なんか目に来たな。目に来るでさ、え、まあ、思いついてんけどさ、え、こいつは敏腕やで。コンビニにさ、いろんな液体飲み物とかさ、うん、いっぱいあるやんか、うん、調味料とか、うん、どれが一番その目薬みたいに刺して目がスッキリするか。いいわけないやろ。2世代前の YouTube。 こういう企画はどう、うん、なんかお腹いっぱいの状態で、うん、あの寿司を10貫ずつ食べるっていうのはどう、うん、それありやな。ありや、いいけど。俺らはいいけど。俺らはいいんだよな。確かに、うん、2発行った。2発行った。俺2発行ったよ。俺2発行ったな。おい、あ、じゃあ1人、1人で足んない。まあ、じゃんけん、じゃん勝ちで、うん、食べられへんことにする。なるほどね、うん、男気ピザじゃんけん。うん、うん、勝ったことの名誉かピザか、うん、うわ、敗者のピザか。確かに負けたことの名誉、負けたやつが泣きながらピザ食うかっていう、うん、じゃあめっちゃ勝ちたいわ正直。あ、マジマジ、うん、じゃあいいよ、全然、うん、勝たせてあげてもいい。うん、俺もいいよ。うん、うん、思ってた道と全然違う。出たんだけど最初はグーだけ、ほいくわうわぁ、すごい。うわぁ。ウィーナー、泣きすぎ。ルーザーすぎ、顔。え、より負けた雑魚がソーセージの方を食べる。耳ソーセージ。あぁ。どっちがいい？ちなみに。クリスピーがいい。おそん。おめえソーセージがいい。お前、じゃあそうしようや。でも負けた雑魚がソーセージ食おうぜ。オッケー。最初はグー、じゃんけん、ほい。どっちも食いたくない。どっちも食いたくない声言っちゃった今。そう。マジ屋外感があっていいな、これ。バーベキューみたい。バーベキューして、あ、バーベキューしてきたとかは。してきた。過去初めてなんじゃない？バーベキューしてきたとか。二日後ぐらいにする。二日後に。本当に楽しかったな。この前。この前、バーベキューしてきた。なんか食いながら。楽しかったな。今度、プールに行ってみるとか。行く前に撮って。温泉旅行行ってみたいとかでもしない。行きたいなーって。何個か出たな、企画。8つぐらい出たんじゃないか。全部やれそうではあるもんな。うん、このレベルのやつ4つ。4つって少ないよな。このレベルのやつで企画が出たのが4つ。それでは、今回の
2日目のピザを食べながらお酒を飲んで企画会議。7階建て中何階建て？5階建て。お、え、兄ちゃんね。この5階建てっていうのは長そう。7階建て中って言ってたから、うん、そういうことや。賢くもない。じゃあ俺がストップボタン押すわ。ああ、押す、うんうん、ストップボタンって。よっしゃー。はい。いや、ちょっとちょっと、どこ押してんのよ、それ違う場所。